次のストサバは、うんどうだろうなストサバ系って、あれだからな1一回目と二回目、やっぱ、一回、やっぱ最初じゃないと得られない経験あるからないや、俺もね、狭いんで、マップの狭さだけで考えてアイランドでいいや、いいんじゃねえって言ってたけど、アイランドね、確かにね、恐竜めっちゃ弱いからダメかも。面白くないかも。 狭さ的にはね、俺はアイランドぐらいの狭さでいいと思うんだけど。ソロワークいやー。ソロワークして俺何すんだよ。って思っちゃうな。なんだろうな。ソロワーク。まあ、やりたいことがないな、そもそも。そのアークを知らずに最初に、 あーソロでやっていろいろスタートするみたいなのは楽しいと思うけど、もうその一番最初の初経験あるじゃんなんかその、初めてピテラ捕まえた空飛べるすげえみたいなの。それをソロでやるのは全然楽しいと思うんだけど、そういうのがないとな三3日間ぐらいで、PVP 公式5人ぐらいで行きてえなグッと言っても寝ずにもう3日ギャッ って言って、で、オフラインレード一個バーン決めて、いや、でも3日じゃ無理だ。無理だ。レベリンブリーディングは間に合わねえや。鉄も焼けにし、さすが無理だ。登媒サーバー、公式じゃな公式は無理だな。公式は無理だから、まあ、非公式サーバー、まあでも非公式サーバーめっちゃ人いるからな。ちょっと無理だな。いや、知識あっても無理じゃない公式は。知識って、 とかじゃなななくくてもう純粋に時間が足んなくない物理的に無理な気がする、まあ、30人とかで入ったらワンチャンいけるかもしんないけどでも意外と公式やってる人達って気抜けてるイメージあるなんかもう自分たちは襲われないって思い込んでる人達がマジで結構いるイメージあるつかまあなんか攻めてきても大丈夫みたいなでもこっちこっちこっちが攻める云々の前にこっちが攻められ 入れないようにするのがまず大変だもんな。公式サーバーは。あ,あ、こいつ8時間プレイした、12時間プレイした後、ログアウトしてるわ。そのログアウトは10分前、みたいなのがわかるから、そういう隙キ狙われたら普通にさらちになるん。んこいつ12時間やった後にログアウトしたから落ちたと思ってるけど、別のサーバーでどこどこのマップやってるぞとか全部わかるんだよな。ログが全部見れる。 裏赤探しオタク。いや、まじそうだよ。実際そう。いや、ま、でも実際もっと簡単。普通にそういう別に非公式、非公式ではあるかもしんないけど、なんかもうそのサーバーのログ見れるサイトがあるから、あれ見てるのと一緒だよ。あの、バロラントでさ、トラッカー GG とかさ、ブリッツ、ブリッツとかあるじゃん。ま普通にああいう感じで見れる。ああいう感じで他人のそのログイン情報が普通に見れる。OPGG みたいな感じで。 公式の大きいトライブは身分証明書必要だし、親にディスコンで挨拶してもらわないと入れない <laughs>。ああ、まあでも極端かもしんないけどそ、そうだろうな。新規の人がいきなり大きいトライブに、そう、あの、内部にスパイが入るのが一番やばいから、どのゲームでも言えるけど。トライブに入っちゃったら、その自分で壊せるようになるじゃん。そのトライブメンバーが。トライブのものを。 だから、ま、あその、ディスコードで親に挨拶とか、身分証明者は、ま、親にディスコードで挨拶は、ま、ちょっと極端かもしんないけど、多分ね、身分証明者必要とかはね、マジでやってるところあると思う。それ、バイトより厳しいよ、多分。それで、だって、間違ってさ、その、相手のトライブ、実は、同じサーバー内で、あの、対立してるトライブの、やつのサブ赤とか入れちゃったら、土台壊された瞬間全部壊れるからだよ。C40 ロケットランチャー0で全部壊せるから。だから、例えば、 今回で言ったら、ミッチーがああいう感じで俺たちのトライブ入ってきたけど、ミッチーが実はスパイで、俺たちが作ったあの、金庫倉庫あるじゃん。の土台あれ全部壊したら、あれ、普通に2分、2分ぐ分らいであれ、あそこさらちになるからね。やろうと思えば。だからそうならないように、大きいトライブはしてると思う。てかもうほぼ新規で、ね、なんか入れる必要ないし、入れないと思う。よっぽどのことがないと。トライブ丸ごと、その合併みたいな感じとかじゃないかな。もしあるとしたら。 あまあだから俺、俺は別に外側だからそういうのは心配してなかったけど、その一般、そ、外の世界では多分そういう心配はあるはず。実際身分証明書みたいなのって昔なかったっけななんか聞いたことある気すんだよな。顔写真付きの身分証明書をアップロードしろみたいなの、なんかあった気がする。いや、MMO じゃない、アークで。結構昔からあるんじゃねえかな、その文化多分。 ちなみに今はパスポートです <laughs>。どこまで本当か分からんけど一応パスポートだという。持ってないやつは入れないんでだから、持ってないやつもいるだろうけど、持って、持ってないやつは入れないんだよ。あ、だから別の人のだったら問題ないから、そこだけはまあ抜け道だけど、なんかいきなりさ、家族とかがさ、親父、っつって、ちょっと親父のパスポートの画像を撮らせてくんねえとか言われたらさ、なんでってやっぱ聞くよ。 で、もちろん友達なんか断ると思うし。そう考えたら他人から他人のパスポートを提出するっていうのも言葉で言ったら簡単だけど、ハードル、ハードルで言ったら結構高い気がする。